8月29日、御岳山に蓮華生馬を見に行ってきました。蓮華生馬、およそ5万株の日本一の群生地らしいですよ。全体がね、白っぽい花で、花の先がちょっと上品な、紫がかった紺色をしてます。御岳山のケーブルカーの駅を降りて、前に広場があるんですが、その広場のリフト乗り場の前を横切って、茶店の並びの右側から山道に入ってきます。すると蓮華生馬群生地入り口という看板がありますので、そこの階段、そこの階段を登っていきます。蓮華生馬ぼちぼちありましたね。蓮華生馬、森の中に物言わず静かに咲いているといった風情ですね。花の先端にかけて白から紺色にぼかしが入っていて、なんとなく和菓子の練り切りを思い出してしまいますね。美味しそうです。